こんにちは、レナです。今日はしゃぶしゃぶの食べ放題のお店に来てます。こちらしゃぶようさんにお邪魔しました。最近レナさんの食欲がお相撲さんみたいになってまして、家計がピンチです。いや、そう、あのお金がなくて、お金がなくて今日は仲良く、もう好きなほど、ね、好きなほどたくさん食べれ、仲良く食べれるね。はい、やっと涼しくなったからしゃぶしゃぶの天気にもなったし、あとはしゃぶしゃぶ本当に久しぶりだから1年ぶりぐらいなんじゃない。そうだね、木曽路で高級のしゃぶしゃぶ1年ぐらい前に食べた、それ以来です。そうだね、本当に今日は楽しみにしてます。メニューのがすごくたくさんあって、このお肉の種類 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 種類のお肉全部食べれるコース、それにしたい。それにしますか。それはそうでしょ。ちなみにそれでも値段はディナータイム3,500円、それで全種類食べれるよ、食べ放題だよ。3,500円、頼んでいきますか。それはすぐには食べれるでしょ。早速野菜です。すごい種類がある、やばくない？できました、ちょっとだけの野菜。できやがった、はい、でとりあえずビールだね。とりあえずビールです。ビールも飲み放題。そうだから今日はペロペロのグデングデにできます。なんかそんなに飲むつもりはないけど、ここですっごい簡単だよ、見て、レナでもビール注げる。これ日本にしかないと思うよ、この機能。あ、ドイツにないんですか？ドイツにはない。ドイツ人はみんなビールを注ぐのがすごい上手だからめちゃ完璧に注いでくれたよ。はい、来ましたけど、なんか渋滞してます。ロボット渋滞だよ、私たちのテーブルの前で。お肉も来たよ、これ。最初からすごい頼むよ。1,2,3,4,5,6,7,8 までしか注文できなかった。あ、限界8。レナみたいな人がいるからね。マックス、これマックスです。じゃあ乾杯しましょうか。そうだね、はい、乾杯。乾杯。今日のお疲れにビールが最高。8種類を食べ比べようとしたけど、何が何か分からなさすぎて全部注文した、種類が分からなくなりました。何が何か分からないけど、牛の中のレベルとかも分からない。まあ、レナ社長舌が肥えてますので大丈夫、食べ分けれるんじゃない。これからいきます。これ多分牛。ここにシャーブ、シャーブはめっちゃ美味しそう。うまそう。でポン酢に入れてドボン。めっちゃ美味しそう。1年ぶりのしゃぶしゃぶです。おいしい、めっちゃおいしいですか。おいしい。続いて牛肉です。こっち良さそうだね。なんかこっちノーマル牛肉で、こっちが多分高級牛肉だから、食べてから違いがあるかどうかを見てみましょう多分この人は気づけませんいや気づくよ、さすがに。あれ、ちなみに今日2つの出汁がありますね。これが白出汁と、これが柚子塩出汁でしたっけ。そう、まあ、これもまた最高に美味しそうだよ。高級肉の味はします。あ、わかります、わかります、さすがにわかります。うん、野菜投入です。豪快に投入しております。もういいか、もういい、こんな感じで、はい、プラスで入れました。はい、止まっておりません、ね、どんどん入れております。もう大丈夫です、社長。あ、そう、はい、止まってください。そう、はい、止まれ。野菜が出来上がってきました。そうだね。続いてはこの豚肉、豚バラかな、にしゃぶしゃぶして、ちょっと野菜と一緒に食べようかなと思って。こんな感じ、すごい美味しそうだね。で、今回はごまだれに入れて、めっちゃ美味しそう、見て。豚の方が美味しいかも。すごいなんか柔らかくてジューシーで、脂があってめっちゃ美味しい。野菜と一緒に食べて、もう年ですからね、シャキシャキしてるし、牛よりも豚が美味しくなり始めたらもう年ですよ。あ、そう、さっぱりした肉がうまいってことでしょ。 Yes、 まあおっさんやからな。ちなみにポン酢とごまだれが基本でしょ、うん、ここにいろいろあったよ。私はいろいろ試してみたいなと思って、ラー油と、あとはニンニクと、私の大好きな柚子胡椒。これ絶対にお肉に合うでしょ。そうだ、ね、多分タレをいろいろ変えれるのもいいよね。そう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 。これも牛かな。かもう選び放題や、もうやばいぞ。そうだ、めちゃくちゃあるぞ。これ牛かね。これ牛、カモじゃなくて、これカモ、カモ。あ、こっちがドヤ顔だったよ、ね、おお。
もう一回言って。それがカモ、カモ。はい、面白い。ありがとう。わあ、今日は10点中何点？3点です、これ。お茶の間凍りついてるよ。のうまそう、キノコ。そう、柚子胡椒に気をつけながらつけて。粋なことしますね。めっちゃ美味しい。これも柚子でしょ。これで柚子。じゃあ柚子胡椒を一緒に食べるのまた柚子柚子感、ね。あれ今豚だった？牛だった？さあ。はい、バカ舌発動中です。これすごいさっぱりしてるからこれ普通に。あ、じゃあ豚かもよ。さっぱりしてるなら。知れないけど、まあ、なんか牛な気がするよ。何食べても一緒ということで。一番今日安いコースにすればよかったね。豚だけの。のどうせわからないし。あれどうしたんですか社長さん、ビール持って。飲み放題でしょ。1300円の飲み放題だよ。それはさすがにビールを飲んだ方がいいでしょ。続いてラー油を。おラー油ね。このすっごい美味しそうな豚で。これは何ですか。あ、豚ですか。これ自信ありますか。これは自信ある。自信あ、あ大丈夫ですか。食べてから。うーん、豚です。このラー油めっちゃ美味しいよ。ガリガリの。ガリガリの？これこれ。あ、カリカリのやつね。あ、それそれ。ガリガリとカリカリは全然違うよ。ね、難しいよ日本語。カモも食べたいなと思って。カモですか？カモちなみに人生初のしゃぶしゃぶカモだと思うよ。う人生初カモしゃぶじゃん。Yes。2枚いたね。食べ放題だから2枚いたね。ああ。ごまだれでいきますね。なんか何が正しいかわかんないからごまだれが良さそうだなと思う。でも美味しい。マジ？うん。豚と牛と全然違う。食感が違う？味が違う？味が違う。でもチキンとまた違うけどちょっとチキンっぽい。これカモで合ってますか？大丈夫ですか？多分ね。多分カモですよね。これがもし牛肉だから。あの視聴者でもしあの見て分かる目利きができる方はこれ何肉か教えてください。これが牛肉でさ、カモうまいって言ったら相当恥ずかしいよ社長。ぜひコメントで教えてください。猛烈に野菜食べてますね。いいことですね。お肉ばっか食べるとさアンヘルシーだけど、こんだけ野菜食べてるからさ。お肉だよ。お肉食べてた社長さん。お肉食べてた。でも野菜も食べ放題でさ、思う存分食べれるからさ、うんうんうん、ヘルシーで腸結できるじゃん。そう、いろんな種類があるし、あとなんか炭水化物はないでしょ。だからヘルシーだよ。ヘルシーだから、どんだけ食べても大丈夫。よかったね。なんかポン酢の社長さんが何かやってますよ。もみじ、もみじと刻みネギをポン酢に入れる感じ。うわ、すごい。これ絶対うまいやつよ。え？なくなった。残り1枚になった。すごいことするやん。シェアという文化を知らない女。いくらでも注文できるよ。そうだね。出来上がってまいりました。見て、しゃぶしゃぶというよりなんかもう肉盛りになってるやん。まもむしめっちゃ美味しい。これどうしたお腹いっぱい。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 すごいね。お肉注文しよう。お腹いっぱいですか。お腹いっぱい。お、マロニーちゃん持ってきてくれたね。そうだよ。それはいくらでも食べれる。ありがとうございます。あ、これ炭水化物かもしれない。あ、やばいじゃん。ヘルシーが終わった。社長さん、なんか来ましたよ。来た。自動ロボット来ましたよ。どうしました。来た。ちょっとだけのお肉追加。カモと鶏肉とあとは牛肉とこれ。めちゃくちゃ食べるやん。すごいやん。ありがとう猫ちゃん。見てすごい笑顔。すごい、確かにすごい笑顔だった。ありがとう。これめっちゃ便利だね。人が持っていかなくていいし。これちなみにドイツとかにもあるのかな最近は。いや私も最近ドイツ行ってないから分かんないけど、ないんじゃない。ということで野菜をぶち込んでいきます。今日も食欲ワンパク版でございます。私はウーマンだよ。食欲満点おばあさん。そう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 。どうしました社長さん、なんかブツブツ出てますよ。これにニンニク入れたら美味しいんじゃない、うん、と思って。ニンニクごまだれ。豚バラをここに入れて。
一瞬でできます。だからめっちゃうまそうやね。うん、うん、これもベストコンビネーション。うまいですか、うんうん、ちなみにもうさ、豚と牛、うん、どっちがうまいですか。豚。あ、豚ですか。さっぱりしてさらりした感じのお肉。あ、カモは、カモも食べたよね。カモも美味しいよ。あ、じゃあ豚が一番。カモ、牛。あ、牛が一番下ですか。意外だよね。だから年を取ったってことですよ。本当。俺もそうだもん。あ、そう。豚が一番うまい。で、カモ、牛。豚一番安いよね、多分。豚が一番安いと思う。安い女です。どうした、すごい笑顔だね。どうしたんですか、社長さん。たらーん。こういうすっごいデザートがあるよ。もうお肉は大丈夫ですか。一旦のデザート。とりあえずデザート。とりあえずデザートですか。うわ、すごいなんかもちもちしてそうなワッフル、ね、これワッフルはうまそう。うん、うん、お肉より美味しいかも。あ、そうなんですか。え、これも食べ放題ってこと。そうだね、10個のワッフル食べれる。10枚はいかないけど3枚ぐらいいくと思うよ、この人。ワッフルタワーを作るよ。うまくなった。え、ものの30秒ぐらいでなくなった。美味しかった。すごいやん。あれ、シャチャさん、しゃぶしゃぶのポン酢持ってどうしたんですか。もちろんしゃぶしゃぶしようと思った。あ、お肉食べるんですか。イエース。ワッフルのソフトクリーム食べてからまた鴨肉食べるんですか。うーん、怖いやん、うん、これ食べたらもう一個のワッフル食べていいかなと思ってる。あ、そういうこと、うん、ワッフルと肉のサンドイッチみたいな感じ。ちょっと行ってくる ね。そわそわしだした。もうちょっとなんかあるかな。恐怖なんだけど。めちゃくちゃ笑顔。怖。綿菓子が多分人生初自分で作った。あ、これも自分で作れるの。自分でこう、あの屋台でよくあるやつ、ね、屋台でいつも見えるのがすごい簡単だよ。よう食べれるね。どうなってんの。あ、ごめんごめん、思い出した思い出した。レナの中におじさんとおばさんがいたもんね。今まで食べたのか。子供もいるかも。あ、そうか。おじさんとおばさんと子供がいるね。子供が今綿菓子を食べた。三重人格でございます、まあ、でも空気だもんね、言ってみればね。だから入れたのがでも砂糖の塊でしょ、これ。小さじ1ぐらい。あ、小さじ1砂糖がこんなボリューミーになった。絶対大さじ5入れたよ。大さじ1かもしれない。だろうね。5秒でなくなったね。おかわり。また行くの。行ってくる。どこ行くの。行ってくる。行くの。行ってくる。あいつやばいぞ、マジで。何、また何か持ってきたね。持ってきた。え、え、ポン酢持ってきてるよ。え、まだお肉食べようとしてるの。のでもこれ見て。何。あ、マロニーちゃん。マロニーちゃんがまた。あ、締めのマロニーちゃん。でも締めは本当はデザートの前に食べるべきだよね。マロニーを食べてからデザートを食べればいいってことだ ね。そういうことだよね。まずマロニー食べようとしてるね。マロニーは数秒でいいと思うよ。1、2、3。そうそうそう。うまそう。さっきデザート2個食べた女です。うん、うん、どうなってんの、お腹の作り。まあ、ロニーが最高。あ、今おじさんとおばさんがさ、徒競走してる、どっちが勝つかみたいな、うん、ごちそうさまでした。あ、さすがに、さすがにごちそうさまですか。さすがに、さすがに、見て食べ放題、これ見て。1、2、3、4、5、6、11枚とデザートの皿、ビール2つ、ビール、野菜の皿2つ。食べ過ぎてる。確実に食べ過ぎましたよ。でも最初の金額と変わってないでしょ。あ、そうそう、それがいいとこだよね。そうそうそう、食べ放題の。本当に山ほど食べて同じ金額だから。で、今日はじゃんけんしましょう。勝った方ですか、負けた方ですか。負けた方が払います。負けた方が払いますか。はい、今日は俺も食べれたからね、食べ放題だったから。でもこの分の7割はレナが食べてるからね。3割は俺が食べてました。最初はグーじゃんけんポン。やったやったやった。前回も勝ったよ。そう、前回もレナが変わったよ。私の運が変わったよ。これから毎回じゃんけんしよう。俺お小遣い月3000円なのに。払ってください。
はい、たかちゃんごちそうさまでした。ありがとう。美味しかったですか？人のお金で食べる9500円お得しました。よかったですね。美味しかったよ。ちなみにあのしゃぶしゃぶ以外に他になんか食べ放題とかいろいろあるでしょ？もう食べ放題行った方がいいわ、レナは。ね、これからこんなに食べ放題シリーズ食べ放題行かないと。はい、だから皆さんがなんかここの食べ放題がいいとかこの食べ放題のお店がおすすめとかありましたら、それ絶対にぜひぜひコメントで教えてください。いろいろ行きたいと思います。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。